歴史を紐解けば未来が見える大人の世界史チャンネル、中島浩二です。そして河合塾のカリスマ講師、世界史の青木先生です。よろしくお願いします。8月戦争を考えるということで、まあ、ドイツ日本の比較ですけれども、まあ、まず日本がどんなふうに戦争に突入していったのか、ね、満州事変というところまで前回話しました、はい、でその後、まあ、6年後の1937年に盧溝橋事件をきっかけに、まあ、日中戦争が始まっていく、はい、でただあの日本側はこれをね日中戦争というネーミングしてないんですよ、はい、シナ事変とか日事変、うん、事変という言葉を使うわけです、はい、まあ、事件のちょっとでっかいもの、うん、でなんでこれ戦争という言葉を使わなかったかというと、はい、戦争という言葉を使った瞬間にある国のある法律が効力を発するようになる、うん、その国というのはアメリカ合衆国で1935年に中立法という法律ができて、アメリカ基本的にね世界で行われている戦争にはもう加担したくないと、うん、というよりもう一国で平和にやっていきたいということなんで、はい、だからよそがやっている戦争に巻き込まれないために戦争をやっている国に対しては、戦争をやっている国、まあ、国々に対してはその軍事物資を送らない、はい、あるいは軍事物資につながるようなもの、例えば、うん、鉄鋼とかね、うん、あるいは石油とかそういったものを含めて、うん、もう武器弾薬は優に及ばずですよ、そういったものを送らないという法律を作ってた。だからもしも日本が中国と戦争してその日中戦争と言っちゃうと、この中立法が発行して、うん、アメリカからのですね輸入が途絶えるんです。物資が途絶えるんですね、はい、当時の日本の最大のですね貿易相手国、これはアメリカです、うん、2番目が中国ですだからそれとね対立し、一方の中国とは戦争を始めちゃったわけですよ、うん、だから経済的な結びつきが深ければ深いほど、うん、争いにはならないということはそうじゃないんですよね。これがねやっぱこのその歴史教育をやってる我々としてはね、はい、ついつい合理性のある説明って やりがちなんですね、うん、いろんな国々が植民地をめぐって対立してぶつかったと、で経済的な、ね、利益をめぐって対立したと、で経済的な利益をめぐって対立するんだったら、それこそ第一次世界大戦でイギリスドイツもぶつかってないし、うん、日中戦争も起こるはずがなかった戦いなんですよ。だからやっぱり経済的な結びつきと争いっていうのはちょっと違うところなんですよね、うん、そこがね、はい、難しいところなんですよ、うん、でまあとにかく、まあ、戦争全面戦争を始める気なかったけども、なかなか中国が降参しないと、はい、蒋介石さんがすいませんと言わないと、うん、じゃあもっと軍隊を増派しようと、うん、で、まあ、北京郊外で最初、まあ、事件起こるんだけども、当時の中国の都って南京なんですね、はい、で首都南京を攻略すれば、うん、蒋介石はまあ謝ってくるだろうというんで、うん、上海に日本軍増派されて大きな激戦を展開しながら南京を1937年の12月に占領するわけですね、うん、しかしそれでも蒋介石は降参しなかった、うん、長江をですね遡るように今の武漢、そしてもっと上流の重慶ですね、この地図で言うとこの辺ですけど もうかなり奥地です、そこに、撤退をしてもう徹底抗戦、長期徹底抗戦、うん、こうしてまあ日本は、まあ、予想しなかった、はい、長期の戦争、はい、これに引きずり込まれていると、うん、当時この雰囲気を表した有名な言葉があって、どこまで続くぬかるみぞと、あです、ね、かなり激戦だったっていう話ですね。あ、そうですよ、これ、うん、特にねその先の戦争といった場合、まあ、多くの、まあ、僕の教え子たちもそうなんだけど、戦争に負けたって言った時にやっぱり日本はアメリカに負けたという感覚を持ってると思うんです、はい、確かにさ、とどめを刺してきたのはアメリカなんですよ、はいはい、だけど日本陸軍の主力部隊だいたい100万人以上常に中国大陸です、うん、さらに言えば中国大陸における戦争を有利に進めるために日本はこの後ある軍事行動に出ていく、それが東南アジア進出なんですね、うん、じゃあなんで東南アジアに進出する必要性があるかというと、重慶にまあ撤退をした蒋介石、はい、これをですね日本と対立しているイギリスあるいはアメリカが支援をするんですね、うん、特にイギリスの植民地であったビルマ、ミャンマーですね、この辺りを通じて蒋介石を支援するルート、これ援ルートといいまして、はい、山の中にねこういった道を作ってで支援をしていくわけですね、まあ、地図にするとこんな感じで、一つは当時フランスの植民地だったいわゆる仏印、はい、ベトナム、ラオス、カンボジアを通じて、もう一つはイギリスの植民地だったビルマなんかを通じて、中国の奥深くですね重慶にいる蒋介石を応援すると。で日本としては日中戦争が長引いているのはこれが原因だと、うん、っていうんでそれを遮断することを目的の一つとして、1940年のですね9月にに、
今のベトナムの北部に進出をするわけですね。でこれが東南アジアに植民地を持っているイギリス、そしてアメリカを大きく刺激することになっていくわけですね。ちなみに言うと1940年、ベトナムに日本軍隊を送って、これを第一次仏印進駐というんですけども、はい、当時ヨーロッパではもうすでに、ね、第二次世界大戦始まってます。1939年の9月にドイツがポーランドに侵略をして、でポーランドと軍事同盟を結んでいたイギリスとフランスがぶつかると、うん、翌40年になるとフランスは降伏するんですね。でイギリスも毎日毎日ドイツ軍の空爆によってもう負けると思っているイギリスに結構いるんですよね、うん、でそういうそのドイツが破竹の進撃をヨーロッパでやってるっていう時に、そのイギリスやフランスが植民地を持っている東南アジアに日本はスーッと入っていくわけです。まあなのでここがもう本国からすると手薄になるわけですよね。遠いからですね。もう地球の裏側ですからね、はい、でそういう状況を見て当時のアメリカの大統領だったルーズベルトが、はい、日本に対して経済的な制裁をかけてくるわけですね。一番最初が1939年の、まあ、日米通商航海条約の破棄と、まあ、日本とアメリカですね、幕末に貿易を始めたんですね、はい、でお互いにウィンウィンの関係でやっていこうと、でその条約を破棄したと、もうこれまでアメリカは日本と貿易するときにいろいろ便宜を図ったけども、これからは図らないよと、これが始まりなんですね。で、東南アジア進出がですね激しくなると、どんどんその経済制裁が厳しくなって、例えばあの日本のですね製鉄の原材料だったくず鉄、まあ、英語でスクラップと言いますけども、これなんかの輸出、あのもうアメリカから輸入してたんですけど、これもストップしちゃうと。そしてこのまま言ったら石油もね、はい、アメリカからストップされるんじゃないかと。当時日本が必要としていた石油の 70% これアメリカから輸入してたんですよ。で万が一これがストップした場合には他の供給地が必要だ。じゃあそれはどこかというと、オランダの植民地であった、はい、今のインドネシアなんですね、うん、ちなみにオランダも1940年、フランスが降伏する40年6月その前にもう降伏してるわけですよ、うん、だからオランダにはですね、まあ、一応あのオランダ人の植民地関係者、まあ、軍隊も一部いますけども、そういった人たちがまあ数少なく残っているという状況、ここを手に入れればなんとかなるんじゃないかというんで、1941年の9月にですね第二次の仏印進駐で、これでベトナムの一番南側にですね日本は航空基地を作るわけです、うん、でこれを見てアメリカが対日石油禁輸、はい、もう日本に石油を輸出しないっていうことを決めるんですよね、はい、ちなみに当時の日本ですね、ほとんど の, あの動力源これ石炭なんですね、はい、あの鉄道だってなんだって汽車なんですよね、あのいわゆる蒸気機関車なんですけど、だから石油がなくて一番困るのは軍隊、中でも海軍なんですね、うん、まあ、日本ってあの四方海なんで、はい、海軍、要するに軍艦が動かなくなったら終わりだよ、うん、そういう状況でアメリカから攻撃されたら終わりだって、そういう恐怖感がだんだんやっぱ高まっていくわけですね。でやられたら負けてしまう、じゃあその前に先制攻撃でアメリカをやっつけようと、うん、で、まあ、でも、ね、日本の軍人の中にも分かってる人たちがいて、何が分かってるかというと、アメリカと日本のですね工業生産力ね、いや国力の違いはもう明らか で, らいやだからあのあたりの、うん、なんていうか検証がなされてるんですけれども、うん、まあ、例えばその山本五十六が1年は戦ってみせましょうっていうのが、1年ぐらいで型がつくっていう言い方だったのか、うんうん、1年ぐらいはなんとかああだこうだ戦えるんで、うん、それまでに外交できちんとしなきゃいけないって言った意味なのかとか、うん、それいろいろ解釈があるんですよね。いろいろだからその一言しか言ってないから、うん、それがどういう意味なのかっていうのもわからないっていう。もちろん開戦に至るまでにね、はい、それはもう会によってはその大元帥である昭和天皇、はい、もう臨席の上でその戦争指導会議、まあ、通称御前会議、はい、それやるんですよ。で結局そのみんなね結論はあんまり言わないんですね。いやだからここのところの、うん、その責任とか誰が主導したのかっていうのは結局わからないまんまですよね。ぼやーっとしてる、はい、で常に こういう場合、例えばアメリカがね石油禁輸してきた場合どうするか、それは開戦だ、いや外交だ、必ず両論兵器だ、はい、でどっちつかずの中で結局なんかどんどん時間だけ過ぎていって、うん、で
や本当にさっきも言ったけど石油禁輸が長引けば長引くほど軍隊は動けなくなる、うん、そこを攻められたら終わりだぞという恐怖感からえいやっていう感じで始めていった、はい、印象としてはそんな感じなんですよ、ね、そうですよね、うん、だから山本五十六さんってそのねあの武漢としてアメリカにいた時期も結構長いし、はい、国際的な感覚なんかもすごくね、うん、当時の日本 の, あの軍人の中では多分1番か2番、うん、あの非常にこう海外経験豊かな人で、うん、なんだけどもやっぱりその始める時にはかなりやっぱり楽観的で、うん、という短期間でアメリカに大きなダメージを与えて戦意を喪失させるとでそれで早期講和に持っていくというね、うん、これ俺思うんだけど逆にですよ日本が先制攻撃されてでそれで、まあ、半年なり 1ヶ月あの1年ぐらい戦ってでやる気を失ってすいません講和しませんかならないですよね。いやだから結局、うん、僕こういつもこう8月にこのことを考えるんですけど、うん一つ一つの詰将棋で間違っていってで最終的にはその想像が全く180度逆でパールハーバーに攻撃したことによってアメリカの国民が一つにまとまってなんだっていうことになったっていうもう全部が間違っていったっていうところですよね。まあこれはちょっと一般的な話になっちゃうんだけど、まあ、世界史の教師としてね、はい、いろんな戦争をこう勉強していくじゃないですか。大体でもねみんな一緒なんですよね。戦争を始めるときに必ず戦争を始める人たちが2つ考えることがあって一つは勝つもう一つはすぐ終わる。うん昨年ねそのプーチンのウクライナ侵攻あれも、この頃の検証によるとですねプーチンとしてはあるいは特に言うと取り巻きの軍人たちねキエフを落とせば1週間で終わるんじゃないかと。うその前にあのクリミア侵攻でやってるじゃないですか、はい、ほとんど抵抗なかったんで、うん、そのイメージがロシアの軍人やプーチンたちにあったみたいで、うん、ところがもう全然そうはならなかったですよね。まあそれからまあその話になるとクリミアをあんな風にされたんで着々とそうじゃないっていうところをずっとこう積み上げていったっていうところが、うん、ウクライナ自身もね、まあ、ウクライナもそうだし西側諸国もちょっとやばいねっていうところであったっていうところはあるでしょうね。もうかつてのウクライナの軍隊と違うんだということをプーチンあるいはその取り巻きで完全に見誤ってたということ で,、はい、で結局ねでもそれはプーチンたちだけの話じゃなくて80年前の日本もそうではなかったのかなというふうに思うわけですね。でついに太平洋戦争が始まってしまう、はい、じゃあそれは次回お届けします、はい。